はい、3時時刻は45分に、なるところですけれども、お待たせいたしました。次はですね、大鳥中学校の瀬戸さんによります剣舞の披露になります。伝統文化の継承としてですね、お子様、生徒さんたちのですね晴れ姿に注目していただきたいと思います。あとはですね、去年もですねこちらの舞台で、踊っていただきたかったんですけれども、人が集まらなかったということで、今回はですね、皆さん揃っていただいて、剣舞の方を披露、していただけるようになりました。それではですね、大鳥中学校の皆さんに、ご入場いただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどうぞ拍手でお迎えいただきたいと思います。
もありがとうございました、皆さん、大鳥中の、皆さんに大きな拍手の方お願いいたします。すごいですね。なかなかね、去年見られなかったんでね、今年、再び、剣舞ということで、非常にね素晴らしい舞の方を、見せていただきました、こういうですね、若い方々がですね伝統文化の方を、地元に根付いた伝統文化をですね継承していただけると、非常に、嬉しいなと、私の方もつくづく思います。